チキューさん、今日何釣り来たんですか？闇旗を釣りに来ました。わざわざここまで来ましたよ、四国まで横浜から横浜から愛媛まで、はい、闇旗釣り、闇旗をこんなちっちゃいさつから釣りでわざと横浜から好きだねあんたも好きだね釣ったことないもんね。でも全然知らないっすね。うん、どれぐらいのスピードに反応するのかとか、ボールがいいのかとか、巻きがいいのかとか、全然わかんないです。おお、このね、この、これこれ、夕方のね、このチャイムが鳴ると釣れるんだよ。ほう。あの、基本的にボトム取って、はい。巻くだけ。まあ、今はあの、アゴメタル1グラム。はいはいはい。で、これが、ジグヘッドの7グラムに、スワシャの 3.8 でも、食ってくるのよ。まあ、今のここのポイントは、あの、やめはったちょっと、小さめなんで、さすがに 3.8 じゃきついかもしれないけど、うん、これアゴメタルをそこまで沈めてただ巻くだけで多分釣れると思うんで、はい、ちょっとやってみます、うん、あの地球さん初ヤミハタってやつ見せて。投げやすいなこれ。投げやすい？投げやすいっすね。スティーズ CT、うん、言ったでしょ高いのが難点だよね本当にね。うん、安ければ買いますけどね、うん、サイズがコンパクトだからすごいね、この収まり方というか、ほらサビオにぴったりだろ。サビオ、サビアにね、あのコンパクトさがソルト あのこういうライトロッドに本当に向いてるよね。完全にボトム取ってね、完全にですね、うん、そこにいてそこから追い上げてくるんで。その巻きで食ってこないってことは目立ってないんで、はいはい、ちょっとコツを結びましょうか。はい、コッツンバイブ、コッツンバイブ、横浜チューンですけどね、ちょっと横浜チューン、ははぁ、根掛かり対策にちょっといろいろとやってるところです。前がダブルフックで後ろがティンセル、ティンセルというか、まああれなんですけどね、ティンセル代わり、魚皮代わりみたいな、疑似魚皮みたいなやつですね。横浜チューンが愛媛のヤメハタ君に通用するのか巻いたら一発だよ。あ、ほんと、うん、なんかこっち出てんだよ、これボトムからスーッ巻いたらもう4巻き目ぐらいでガン釣れた。釣り場がちょっと違うみたい。可愛いんだけど、ほら、アゴメタルこれ2グラムかな。ボトムからカーッと巻いたら4巻き目5巻き目ぐらいでゴンって。可愛い。おー、来た来た来た、ほら、ほんとだ巻いたらゴーンと、はいはいはい、こっち出てるっていうか、あの、満足だったから外出たんですね。はいはい、あー、釣れました、初闇旗、イエーイ、釣れました、初闇だ、初闇です。よかった、今から釣れました。サイズアップを求めて移動しましょう。そんなん来ました。それぐらいです。これぐらいです。どうでしょう、かわいいっすね。はい、よし、移動。地球さんが潜られてる間に
サイズアップ結構ね、ちっちゃくても強いから、やめはたくん。おい。イエイ。サイズアップです。こっつん7グラム。サンキュー。出てこない？出てこない。これはちょっと諦め気味かな。うん。まあ、一日でかいから、大きな穴にこれ入られたら。あとで逆になるしね。強い、なんだこいつ。おお、ちっちゃいのに見た今のサビアの曲がり。めちゃくちゃパワフル。こんなサイズなんだよ。これ。サビア、えし曲げてもメバルのなんか倍ぐらい強い気がするね。すっげえ、これ20センチ全然ないからね。17センチくらいでメバルであんな差は曲がんないよね。すれがかりでもないし、ほらすげえわ、地球さん。ドラム締めとかないとやばいよ、ほんと。向こうで釣ったやつより全然引きますね。ああ、すごいね、このやつ。サイズそこまで変わってないよう、ね、な気がするんですけど。めっちゃ楽しいごっつんゴリゴリゴリ巻いたらドカーン気持ちいいよ、この釣り。おかえり。ブレーキレートないからって感じですよね。うん、グラグラされなくても誰か当たった。うん、おー嬉しかった。よし、強化ドラゴンしてやるから。強化ドラゴンもう強引にやっちゃってますよ。ほら、イエーイ、イエーイ。やっぱサイズアップしてんだよ、間違いなく。ああ、ですね。ここに打ったやつがちょっと今外れ、あのフロントにかかっちゃった感じですね。よいしょ。ああ、バレた。やる気出る。おお、しっかった。竿の曲がりをカメラに映るより。えい。ぐーっ、入ってます、入ってます。これドラッグワッシャーね、強化して滑らないようにしてるから、アルデバランだけどドラッグ全く出さずにできるんですよ。よく引くよね、そのサイズで。いますね、このサイズの魚じゃないですね。よし、来た。すごい、ごっつん強いな。ごっつん強い。よいしょ、こっちついてきた。うん、釣れたよ。写真撮ろう。カメラ、あの動画にも撮って。はい、はい、はい。よいしょ。どう、地球さんが見はた。面白いっすね、俺ね。僕ハマるはずでしょう。確かに。このサイズで、これ。ね。20ジャストであの引きだよ。うん、メバルの倍引くって言ったら嘘じゃないだろ。これだ、コンプサビはもうバットまで曲げるんだもんね。しかもちょっとびっくりですよ、2人ともスタックされてね。そう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 、このサイズにちょっと舐めてました。舐めてましたね、潜られるとは ね。すごいよ。僕がハマる理由はそういうこと。もうね、メバルのオフシーズンに持ってこいのは今の本当に。早朝電車に乗って羽田行って、岩国まで飛行機で来て、その後に車で延々夕方までここまで走ってきましたからね。地球さん、スナップあるあります。ちょっと待って。よっしゃ、また来た。はい、これ入れ食いじゃん。入れ食いですすげえ。いや、来たかい、やったね。本当に昨日まで入院してたのにね。入院超入れ食いじゃん。お、またサイズアップしたぞ。いいっすね。おー、いいサイズだな。2センチ楽勝超えた。超えた超えた。祝20超え。
していいですよ、こんにちは。うわー、熱い。これ、寄せたらやれる。ここから一気にリフト。あー、ダメだ。入られた。あらなんか、よし、浮いた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 。大きくないのよ。大きくないのにね、ぐわーっと突っ込まれちゃうんだよ。20日だから本当舐めてたら偉いだろ。一気に巻かないともうガンガン潜られちゃって、すげえよ本当にこの子たちは。今フォルチナだった。ああ。よっしゃ、吐くぞ。ああ、追い食いしてくるから、追い食いしてくるからミスバイトしても釣れちゃう。どんどん小型化してます。こう描いてます。あら十十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 おーっと、イシキイシキ、ちょっとね、レアなカラーのバル使ってます。うん、さっきからこう、ちょっとヒットポイントが近づいてきてますね。いやいや、楽しかったでしょ。楽しかったですね。来た甲斐がありました、本当に。ね、横浜から、はい、ですね、まあ、愛媛の南部でね、はい、愛媛の南部で愛南、はい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 、愛南町、はい、もう、僕もね、昔から来てたんだけど、こんなに、岸際なさいところでさ、あんな制御で、最大で30センチの働いて全然知らなかったんだけど、数年前までね、はい、で、どんなもんだろうと思ったけど、釣ってみたら結構衝撃的、僕がさ、アングリングソルトやその他で動画でやめあったって何回も見てると思うんだけど、はいはい、実際に釣ってみてどう思ったよ。想像の 1.5 倍ぐらいかな、大体。ネオさんが引きが強い強いって言ってるけれど、やっぱりちょっとオーバーにいってんじゃないのみたいな感じだったんですよね。言っても20センチぐらいの魚だったしね。ちょっと20センチだと思って舐めてたらね、びっくりしたでしょ。自分夏のネタからの強さは知ってるつもりなんで、ね、もうだってね、舐めてかかったらその野島のカサゴなんて簡単にやられちゃいますから。あれカサゴじゃないよね。なんだろうね、カサゴワークだね。すげえ、ゴジラが入ってますけど。あいつらを相手にしてるつもりで、ぐらいのつもりでやったらいいんじゃないかと思ったら、一発で潜られちゃいましたからね、それでね。じゃあ20センチなんだよ。ね。野島のカサゴって25とか、30近くあって、こんな太いから、まだ分かるんだけど、こんな17、8センチぐらいのやつにやられたよね、最初は。多分ね、2人とも。スピードがね、カサゴよりもやっぱちょっと速いですね。で、何かとね、食いに来るのも、行くのも。ちょっとびっくりしました。あとさ、まあここ3年間ぐらいね、このサビオ、サビアのテスト時代から、はい、まあ、いろんなベイトフィニッシュのリールや、あとノーマルキーに使って、いろんなそのライトソルトのベイトの釣りって僕らやってきたじゃない、ドピッタシだと思うわね。本当に本当にこれロングリーダーじゃないとやられますね、簡単に。あっという間にまたノートしなきゃいけない、はい、だから僕6メーターぐらい、はい、実際釣ってる最中にやってると、結び目から1メーターぐらいは結構こすれちゃってるんですよ。こんぐらいザラザラになってるよね、ええ、そうなの。だからそれもあってロングリーダーだし、やっぱり6メーターの部分が沈みがいいから、はいはいはい、トレスラインが違ってくるし、あとなんといってもさ、カチッ、そう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 、これスピニングでやろうと思ったらどう？そうなんですよ、これ1テンポ遅れますよね、レベルをシャッと遅れる、あとフォール中にバイトするじゃないですか。そう、あれは合わせられませんよ、スピニングだったら。たーっと巻いてきてね、1、2、3、4、5、6、7、カチッ、コンコンっていうのがね、スピニングだとできないんだ、
1,2,3,4,5 カッチャン、スルスルスル、ここ、あ、カッってもう2テンポぐらいそうですね、うん、そこがね、良さだから。あれですよね、スプールを抑えた朝としても糸吹けがあるから、結局のところその分こうやって、こうやってる間にズボッと入られちゃって ですよね、うん、やっぱりあの特にシャローのこういうガラガラしたところでやろうと思うとスピニングって結構不利になってくる、はいはい、うん、まあ軽いものは投げやすいんだけど、うん、やっぱりソルト、僕前から言ってたんだけど、その高腕の根魚、小魚、根魚するのにベイトめっちゃくちゃ合ってるよ、はい、ただ軽いものが投げられなかったんだ昔は、うん、よくね、そうですね、結局なかったらスピニングを用意した上でベイトも用意してっていう感じになってたんですけど、これだったらちゃんと7グラムのバイクを思った通りに投げられて、なおかつ1グラムのその気になれば投げられる、そう、でおそらくあの今日潜られたやつなんか、まあ、合わせてここまで来てるじゃんと、はいはいはい、ここからあいつをスピニングのハンドルだけで巻こうと思って負けると思う、負けないと思います、負けないと思います、負けないんだ、かなり強引にやってますもんね、スピニングってね、巻くパワーないから、だけどベイトだとここで、でなんとか5巻きぐらいでこう顔をこっち向けてるからね、はいはいはい、そうなんですよね、うん、だからヤメハタもある程度まで浮かせちゃえばなんとかなるんだけど、そうね、そこのところに持ってくまでがちょっとね、あれで下手にポンピングやったらもう向かう向こうに向けられてグッと浮かれちゃいますからね、ということでね、ライトベイトタックルとヤメハタゲームって、ね、あの実際に自分で今日やってみてちょっとファンだったし、バッチリですね、もうね、うん、これはちょっとね、知らない人はやってみてもらいたい感じの釣りです ね毎年夏休みに来てください、はいはい、また9月でよろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。グッドでした。